1975年東京都知事選挙は、1975年4月13日に、執行された東京都知事選挙、第8回統一地方選挙の一環として実施された。同和問題に橋を発する、社協官の内紛、路線対立に疲労困憊し、両党が、後ろ盾の現職の見延べは2期限りでの優待を、表明していた。一方、自民党は、 美濃部の後継への対立候補を模索していたが、候補者選びは2点3点。この当時、絶対的人気を誇っていた現職の美濃部に対し、自民では勝てないと、党内から、美濃部の後継候補への相乗り論まで出るほどであった。その後言ったのは、衆議院議員の宇都宮徳馬が立候補を表明したが、党内でも左派にいた宇都宮は、右派議員から疎まれ、 入閣までも拒否されるなど孤立を深めていた存在であったためか最終的に立候補を取りやめたそんな中前年にはすでに不出馬を表明していた衆議院議員の石原慎太郎が急遽出馬表明同等の推薦を受け立候補したここで一転して出馬を表明したのが現職の見延べで石原の出馬に対しファシストに 都政は渡せないと本意し、対立を深めていた、社会党、共産党に加え、公明党の、経産党から推薦を受け、参戦を目指し社交共革新統一候補として、立候補した。かやの外に置かれる形になった、民社党は、1967年都知事選では保守、統一候補だった、松下聖こと武器を8年ぶりに担ぎ出し、選挙戦を戦った。 常連候補では、赤尾里氏が6度目、野上武俊氏が3度目、南敏夫と、深作聖二郎が2度目の都知事選挑戦。その他には、政治のポップアート化を掲げた、前衛芸術家の秋山雄徳大使が、初出馬したのをはじめ、立ち合い演説会に、ちょんまげや花粉姿で登壇し、選挙候補を検閲で一部削除された、歴史家の久保田氏一夜。 教育界における、明治維新の断行を公約に掲げ政見放送では、持ち時間超過しても、なお日露戦争の講談を演じた栃木県出身で、都知事選は二度目の挑戦となる、鈴木安馬史郎。さらに、日中共同声明破棄を訴えた、宮崎県出身の河野博明、インターナショナルを放火し、国難に、内乱で退治せよと扇動的な発言を連発し、 女性では、初めての都知事選立候補者となった、マルクス主義青年同盟のキネ・ブチ・ミワコ、今日の日はさようならで一発当てたソングライターの金子、小一、霞ヶ浦ヨカ連卒にして、カジノと豪華客船を誘致し、世界120カ国の美女を揃えると公約した、茨城県出身の吉田博史など、多し際最たる候補者が出揃い、有権者の字幕を集めた。16名、 50音順各候補の得票率、投票率は67.29%で、前回1971年の72.36%を大きく下回った。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外教は以下のようになった。協託金ラインのうち、没収とある候補者は、 有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。自民党推薦の石原は、1956年に芥川賞を受賞するなどして得た知名度の高さを生かし、さらに42歳という若さと、新旧交代を強調しながら選挙戦を戦った。しかし、 自身の演説で、対抗のミノに対して、もう新旧交代の時期じゃありませんか。ミノさんのように、前東洋の退化した60、70の老人に政治を任せる時代は終わったんじゃ、ないですかと発言し物議を加した。一方のミノは、選挙期間中のみの社協公共党のもと、この当時の絶対的な人気を生かし、石原の当選を阻止するために奮闘した。結果は、 大激戦の末、現職の見延べが白票で参戦を果たした。時点に終わった石原が獲得した233万6359票は、落選候補の得票数としては、日本選挙史上最高得票数であり、未だに破られていない。なお、その石原は6期後の1999年で、雪辱を果たし、2003年には、 と知事選史上最高の得票率70.21%で再選にされている。民社党推薦の松下は、身延べたい石原の絶戦にかすんでは第二すらならず、得票率5.14%で教託金を没収される大惨敗であった。その他の候補では、前回に続いて、第二本愛国党の赤尾が、得票数4位で、その他の候補で最上位進出を果たした。 ありがとうございます。